てか今までエクステつけてたから寝起きの髪でもいけてたけど、つけてないとちゃんとしないとダメだってことに気づいた。どうも。ご機嫌うるわしゅう。おはようございます。めっちゃでも結構寝ましたよね、皆さん。ちゃんと結構寝ました。髪がやだ。そうか、取ってしまったのか、残念だって。そうエクステ取りました。謎に5時台に起きちゃった。だって早っ。いやー、次の配信って何時だっけ。9時半か。じゃあ7時半、8時に終わって次9時半か。1時間半あるのか。なるほど。マジで嫌だこの髪型が。私は本当この髪の長さと形が嫌すぎてエクステつけたんですよ。そうだからもう早くエクステまたつけるか美容院行くかしたい。俺は好きだって。本当ですか。これめっちゃ嫌なんですよ。めっちゃやだ。早くエクステつけたい。姿勢のそんな可愛いだって。全然やだ。皆さん朝ごはん食べました？私はまだ食べてない。朝から可愛すぎるだって。本当ですか。こっち開けよう。こっちやだ。ここ今の髪型のじゃ嫌なところポイント紹介します。まずここが短すぎる。この顔周りが短すぎる。短すぎ。もっとここまで欲しい。そう、短すぎて嫌だ。
とえありやないかだってあとなんか前上がりでもだからここの短いのが本当に嫌だ。髪伸ばします。短いぐらいがいいようだって。そろそろ仙台に出発する。お、嬉しい。仙台で会いましょう。イエイ。なんか今日さ、もう外見て気づいた。猛暑です。そう、猛暑で、で仙台も暑いのかな。熱中症には気をつけてください。皆さん今日外出ないからショールーム全部見るね。だって、お、やったぜ。ありがとう。東京ほどではない。普通に暑いよ。セミが元気だって。セミさ、まだ実態見てないんですよね。夏、今年の夏。熱中症に気をつけてね。はい。バナナパンケーキ焼いた。いいな、食べたい。バナナパンケーキ美味しそう。やだやだ、この髪型ずっと言ってる。伸びろ。今グラノーラ食べてます。いいな、グラノーラ好き。てかグラノーラ食べて私矯正取れたんですよ。矯正4月ぐらい針金がビヨンって出てきて外れたの。グラノーラ食べてて矯正が壊れた。昨日お天気お姉さんがセミを体に乗せてお届けしてた。え？お天気お姉さん、アゲですね。てか虫がね、ほんと嫌いなんです私は。レミタンの配信に虫が出てきたやつめっちゃおもろかったね。可愛かった。
セミ間近で見たことある。あるよ、私セミ小さい時セミ捕まえてたもん。こうやって素手でこうやって持ってミン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 とかって言ってた。なんで大人になると虫が苦手になるのかな。これ分かります。私の論では、大人になると綺麗なものをいっぱい見てるから、あの虫が汚いってわけじゃないんですけど、なんか無理になる。そう、子供はまだいろんなものを見てないから、何があれで何があれとか分かんないから、虫もさ、大人になるといろんなものを見ちゃうから、そう、何があれで何があれか分かるから、虫が無理になる。G は人間に嫌われてるの知ったらメンタル病んじゃうんじゃないかな。いや、 G はそんなんじゃメンタル病まないです。ちょっとデカめの雲とかマジ怖いだって。いや、怖いよ。クルルのルームに行ったら偶然虫の話してた。え、同じだ。うーん、虫ブーム来てる。だって虫マジで嫌いなんよ。虫は苦手です。虫は虫。エリちゃん、自分の部屋に G が出たらどうするの？ G が出たら？でも自分の部屋に入らない。もうやめる、自分の部屋を。自分の部屋をやめる。
腹空いてきたって私も喉渇いた。こういう話と出てくるんだよね。やだ。ムカデ大丈夫だって。いやいや、今の話聞いて大丈夫なわけなくないか。捨て星の間にカウント完了しました。あ、どうも。今日も暑そうだね。だって暑い。雨の日ってセミ何してるんだろう。そっか、セミって1週間しか生きられないのか。セミしぐれって何ですか。お代理4位すごいになって、イエーイ。虫が一斉に鳴き始め、まるでしぐれが降ってきたようにってこと。 YouTube の切り抜きで気になってきました。え、何見たんだろう。今日18歳に見える。え、若く見えるってことですか。若くっていうか、でも幼いねって、寝起きだと幼いねってめっちゃ書かれてる。3週完了だって。ありがとう皆さん。3週完了しました。うん、もうちょい。おー、努力。
青木の幼さは負けない自信ありますだって競いますか。じゃあぜひ自撮り、寝起きの自撮り送ってください。ツイッターで待ってます。ぜひ。ハッシュタグ何にすればいいだって。ハッシュタグ私の寝起きを見てください。寝起き、見たい。3周回れた、ありがとう。3周回れたって3回回ったってことじゃない？星を3周ってこと？寝起き、てかトリプルアクセルとかすごくないですか？なんかだって空中で3回飛んでんでしょ。すごくない？3回転半、トリプルアクセルだと3周半、やば。なんかさ、なんか回ろうとしてもさ、何回回ったとかわかんない。今のは失敗だとかってわかんのかな。3週半感覚でわかるのか。すごくないですか？スケーター、羽生さん4回転半目指してる。え？すごっ。4回転半。三角関数って何？サイン、コサイン、タンジェント。でも私習わなかった、そのサイン、コサイン、タンジェントみたいなやつ。ただし、あのキラリンレボリューションがめっちゃ好きで、キラピカっていうユニットがあって、それでサイン、コサイン、タンジェントっていう単語が出てきてたんですよ、歌詞に。
何これって思って、どういうことって思って調べたら、なんか数学のやつってあって、っていつか習うのかなってめっちゃ楽しみだったんですよ。でも一回も習わなかった。私本当にサイン、コサイン、タンジェントってめっちゃね楽しみにしてたんですよ。でも習ってない。なう、あ、すごい時間教えてくれてる。それなんでできんの、その時間教えるやつ、かっこなんか2022年7月23日みたいな、なんか7時58分02秒みたいな。なうって打てば出てくる。あ、そうなの。え、そんな機能あるんだ。え、出てきてないやん。しめじ、しめじっていうやつでできるんだ。すごい、待って、ナウ、ただナウだけ送ってきてる人もいて、おもろいですね。ではじゃあそろそろ8時になるということで、おランキング読みます。いきます。13位さやまる、12位まっつん、11位プロスペクト、10位トシ、9位ユミユミ旦那、8位クルリン、7位サトノリ、6位ナカケン、5位パクレンパサラン、ポクレンパサラン、あ、昨日も間違えた、すいません、ポクレンパサラン、4位ヒトクマサトル、2、3位陽一郎、あと自慢の推しおだえりな、2位シオン、そして1位はクマティーン。やい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 や、はい、ということで本日の配信もありがとうございました。では次は9時半に会いましょう。ではバイバーイ。